うん、今日は本当ありがとう。めちゃめちゃ楽しかったよ。<laughs> 外出できる最後の機会だったからさ、君と過ごせてよかった。ね <laughs>、ずっと見とかった映画だったから、マジで嬉しい。確かに、ラストああなるとは思わなかったよね。ま、正直俺は、 若干ネタバレ見ちゃってたから知ってたんだけど。ええー、だって気になるじゃん。先に見ちゃうタイプ。<laughs> どうした早く帰らないと。明日も朝から学校だろ大丈夫だよ。 そんなに難しい手術じゃないし。すぐに退院できるみたいだから。心配しなくていいって。ほら、脳にさ、ちょちょいってこう針を通すだけみたいな感じだし。それより、学校の方は頼んだぞ。退院したらノート見してもらうから。<laughs> うん。 明日にはもう入院するよ。え、来てくれるの優しいね。じゃあ、なんか美味しいお菓子とか持ってきてくれるとテンション上がるかな。<laughs> うん、待ってるから。お、着いたね。じゃあ、おやすみ。またね。 はぁ、あ。とうとう明日か。嫌だなぁ。んあは。<laughs> おはよう。今日授業はああ、休校ね。あの教授しょっちゅう休むからな。んそう。 いよいよ明日だから、さすがに緊張してきた <laughs>。何手握ってくれるのありがとう。でも、明日は来なくていいからね。ダメダメ。来るなら明後日にしてよ。なんか、みっともないとこ見られたくないからさ。 きっと直前とかすげえ顔してると思うし。だから、普通に学校に行って、普通に友達と遊んで、普通に過ごして。うん。うんなんか通知来てるよ。誰なんか男の人の名前見えたけど。クラスの人隠さなくていいよ。 友達くらい誰にでもいるんだからさ。気にしなくていいってそんなの。ふっ。あ、それってもしかして、最近話題の唐辛子チョコえー食べたかったんだ。持ってきてくれたので、なあ。あんま勝手に食べないようにって止められてるんだった。そう。思ったより厳しかったんだよね。 別に脳と胃は関係ないだろとか思うんだけど、ダメらしい。そうだね。手術終わってからのお楽しみにしとこう。<laughs> ありがとう。ねえ。早く終わらないかな。あ、退院したらさ、久々に服とか買いに行きたいな。うん。あー、いいじゃん、いいじゃん。 ここどこだっけ確か手術したよな、俺。なんか、よく思い出せない。俺ってどんな人間だっけ確か好きな人がいたよな。ああ。目の前が真っ暗。目を開けないと。 ま、ああ、眩しい。ああ。あれ、お前は、俺の彼女だよな。いや、わかるに決まってんだろう。ああ、疲れた。ああ。 あ。<laughs> おい、今手術終わってどんくらい経ったのそうか。丸一日も寝てたのか。うまくいったのかあそれならよかった。あ、これも帰っていいのかなえ、ダメなんで しばらくは、なあ、めんどくせえなだたく、ん何なんかおかしい。何がおかしいんだよ。何も変わってねえだろは。でも確かに、気分は晴れやかだな。 <laughs> 昔より目の前がすっきりして見える。<laughs> はい。お前もそんなとこ立ってないで、俺の隣に来い。ベッドが余って仕方ないんだ。おいで。あ、ようやぶいじゃ。目覚めたんだけど、帰ってもいいかそうですか。 目を覚ましましたか。だからそう言ってんだろう。体もほら、この通りピンピンしてるし、もう帰りたいんだけど、ベッド退屈。すみません。彼女さんですよね。あなたには少しお伝えしなければいけないことが。少し外へいいですかおいおい、なんだよ二人きりで。な、 あ,あ実は、手術の方はうまくいったんですが、検査の結果、人格に少し変化が生まれてしまったようで、障害などではありませんので、生活に支障はないと思います。ただ、いつ完全に元に戻るか、はい。別人というより、 彼の潜在意識が表面上に現れてしまったという可能性が高いですね。はい。引き続き検査は行いますが、退院されてからのことはよろしくお願いいたします。はあ、やっと外だよ。 お日様気持ちいい。<laughs> なあ、このまま家に帰るのもつまんないし、学校でも寄ってこかね。いいじゃん。学食食べるだけでもいいからさ。なんか、久々に行きたい気分なんだよね。ここから近いし。 ああ、そういえばさ、さっきあの医者と何話してたの二人きりで。まさかとは思うけどさ、俺が入院してる間に、やましい関係になったんじゃないだろうな。俺、そういうの許さないから。当たり前だろ 昔から俺ってこんな感じじゃなかった違ったっけまあどうでもいいや何でもいいけど男との絡みは気をつけろよフ <laughs> れ、俺今なら何でもできそうな気分なんだ <laughs> あそれ唐辛子チョコ 最近話題のやつだよな。お前それ好きなのええー、俺はいらない。なんかまずそうだし。おお、学校久々。懐かしいな。で、 言うても二週間くらいかお前は昨日来たんだっけそっか。どう他の奴らは元気にしてるああ、そんな奴もいたな。んうーん。もちろん覚えてはいるんだけど、昔会った人みたいな。 なんかすげえ昔のことに思える。なんだろうな、これ。んお,おい、誰か来たぞ。知り合いかあ。ああ、どうもー。えっ、ー、と、どちら様ですかああ、お前と同じゼミなんだ。で、何のよ ああ、最近 LINE してた男、お前か。あは。ごめんな。悪いんだけど。あんま連絡取らないでくれるそういうの鬱陶しいからさ。邪魔なんだよね。は聞いてた優しい彼氏じゃない。 おいおい、俺は優しいだろう。一回は許してやるんだから。次はねえぞ。ふぅ。じゃあ学食行こうぜ。んなんだよ。怒ってんのかなんで仕方ないだろう。 お前に近づこうとする男がいるんだからさ。心配ないよ。俺が守るから。なおう、今日はありがとな。久々に楽しかった <laughs> ずっと病院のあのベッドにいると頭がおかしくなりそうだったから <laughs> 一人も寂しいしこれからお前と入れるのすげえ嬉しいよあでも今日みたいに他の男が絡んできたりしたら俺どうなっちゃうかわかんないから気をつけてねん 昔の俺はさ他の男が嫌だって思っても素直に言えなかったんだよねでもでも今は違う嫌だお前が他の男といるのは嫌だ取られるくらいなら死んだ方がマシだよはっ <laughs> 通知 見せてあ,ああああああまたさっきの男じゃんあんなに言ったのにじゃあ俺の前でブロックしてみよっかついでに他の男もいいじゃん退院祝いだよ まあ、ここだとなんだし、とりあえず俺の家行こっか。できるまで返さないから。